お疲れ様です。クオーレワークスです。今日はね、おじさんちょっと玄関の踏み台を頼まれちゃったんですよ。手すり屋さんなんですけど、まあ、修正材を使ってどうにかこうにか作ってみたいと思います。でね、玄関のね、コーナーに、いわ三角の、昔台所のね、三角コーナーとかあったじゃないですか。ああいう感じで、置きたいということで、だいたいまあ線はね、この長さが60センチで作ってほしいということで、とりあえずこの板を2枚作っちゃおうかなと思います。よし、こうして、ちょっとね、これだとね、なんか、なんだろう、トゲトゲしいよね。これ角を落としちゃおうか。角をちょっと落として柔らかい感じにね、しようかな。どのくらい落とす？こう落とす？こう落とす？コーナーに置きました。置きました。こっちだ。こうだね。これだと斜めになっちゃうね。こっち。これでまあ後でちょっとルーターでね、周りを丸くするから、よいしょ。これがまあ天板、踏み板になるんだけど、ちょっとね、滑り止めで溝を入れてあげようかなと思うんですよ。こんな感じで。7mm 幅でしょ。今日はね、これ使ってみる。買って初めて使う。これね、マキタのこのレールのここに、ね、合うような、ここに、こんな感じ、ここに合わせて、でこのネジを外しまして、このね、バッテリーを取んないとね。そもそもこのレールをまだ持ってない時に買ってるからね。お、いいね、いいね、いいね。行くわよ。いいね、まっすぐだね。目指せショーやん。ちょっと今日おじさん上手じゃないこれ、ね、あと3本ぐらいか。こんなのおじさんじゃない。行こうよ。おじさんの安物ビットセット、安物、昔だけどテープとかベロベロになってる。
もう着いた時にこれだったから、まあ、使ってはいないけど買ったのは 4,5 年前だと思う。あ、いいね、行くわよ、おじさん頑張っちゃうんだから。三史上一番上手にできたんじゃない、これ。違う？